武蔵野市。武蔵野市は、東京都の多摩地域東部にある人口約14万7千人の、市、多摩地区の東端に位置し、区部と境界を接している、隣接後市のうちの一つである。武蔵野台地にあり、豪村地の新自治体名への解明由来の一つとも、なっている。市内の交通空白地域を、コミュニティバス、ムーバスが走る。 タクシーの営業区域が23区武蔵野三鷹で構成されている。これは後日の幻の東京都第24区に関連している。三鷹市、小金井市、西東京市と四市で文化、芸術、スポーツの施設や雇用施設など公共施設の共同利用を行っている。戦前。 中島飛行機武蔵製作所、エンジン工場の完成とともにこの地域は発展した。しかし、米軍の東京大空襲の戦略爆撃に遭い、工場機能は壊滅。現在もビル工事などで地中深く屈作すると、不発弾が発見されることがある。戦略爆撃機 B29 で1トン爆弾を投下される。戦後、自衛隊により処理される。現在の市役所の位置には、 武蔵製作所、北浦周辺の本館があった。また、市役所前の陸上競技場及び50メートルプールは、リニューアルされるまで、中島飛行機当時の施設を直して使っていた。現在でも市内の下水道管の一部に、中島飛行機時代に整備された施設を使用している、箇所がある。戦後、武蔵製作所東部分の跡地に、 東京グリーンパーク球場が竣工したが1年で閉鎖。その後武蔵製作所西部分の跡地がしばらく在日米軍に接収されており、グリーンパークと呼ばれていた。現在でも緑町周辺をグリーンパークと呼ぶ。武蔵の東学園のあたりに在日米軍用消防署があり、原子役所の場所には、米軍指定用のアメリカンスクールが存在した。 旧市役所は現在の市民文化会館、中央図書館の場所に点在してあった。地域の形は時代劇のちょんまげのかつらに似ている。桜包み地区がまげに相当する。額の部分を JR 中央線が鉢巻きのように走っている。井の頭恩賜公園内には戦前からの井戸水を利用した都内最古のプールが存在していた。人口密度は 都内の市町村の中では1位、全国では2位である。古来武蔵国にあり現在の武蔵野市にあたる区域は、多摩郡内の一部に属した。2005年に、夜間人口、居住者は13万7513人であるが、市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は15万4448人で昼は、 夜の1.123倍の人口になる。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者43,049人、市外から市内へ入る通勤者は49,933人と、通勤者では、市外から市内へ入る通勤者の方がや多い程度で、あるが、学生では、市外から市内へ入る、通学生は17,871人で、 市内から市外に出る通学生7820人と学生では市内へ流入がかっている。東京都編集東京都の昼間人口2 0 0 5平成20年発行146147ページ国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる。上のグラフには年齢不詳の者を含め昼夜間人口に関しては 年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は生じる。武蔵野市では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。早くから市民参加を掲げ住民生活に根ざした数々の独自事業を行ってきた。それらの中には全国の自治体のモデルケースとなる施策も多くしばしば革新自治体と評される。 これは財政基盤が県道で国や都からの補助金を受けずに独自事業を行うことができること。市内には学者や専門家が多く住民の意識が高いことが背景として挙げられる。武蔵野市では1973年に全国に先駆けて武蔵野市地域生活環境指標を作成した。この指標の意味するところは分かりにくい。 行政資料を市民に分かりやすくすることであった。また、行政資料だけでは、市民参加による市の長期計画づくりに不足しているものが多いということで、当時武蔵野市長期計画策定に参加した佐藤厚志や松下圭一と西尾の3人の提唱により、環境指標が作成されている。この頃になると、各地方自治体は、環境指標の必要性を認め、地域環境図、 コミュニティカルテ、地区カルテなどその名称は多様であるが普及し、そしてこの頃、生活基礎指標を公開した自治体もかなりの数に上り、今日ではハトンドの自治体で、当該自治体の基本構想、基本計画などと合わせて、それらを作成、公開している。また、個別の指標として、緑地計画、地域計画、地域施設計画、住宅計画、 警官計画などに関わるものもある。しかし、70年代初頭当時において、本来市民と行政と一体となって作成され、公開されていたものは、武蔵野市のほかまだ少なかった。その後、ムーバスで知られる、コミュニティバス、子育て支援政策、0123、リバースモーゲッジ等を、全国の自治体に先駆けて導入。市内の医療機関の多くは、 武蔵野市医師会に所属している。救急指定病院医師会関連施設。市営水道を持つ。市内の井戸水と、利根川水系から水資源機構が管理する武蔵水路を経由して供給される河川水を利用している。給水は市町村の事業であるが、多摩地域では多くの自治体が東京都水道局に委託している。独自で行っているのは、 武蔵野市と秋島市、羽村市、ひばる村の四市村だけである。市内にある境上水上は東京都水道局のもので、本市の給水には直接は関与しない。武蔵野市役所と野球場の間に武蔵野市クリーンセンターがある。2004年、平成16年10月からゴミ出しは指定袋で行われるようになった。以下は武蔵野市内にある。 主な商業施設の一覧、武蔵野市教育委員会では、南乱暴が2000年11月から2012年10月まで委員を務めていた。本市の場合、正式名称は、武蔵野市立小学校と表記する、1章から5章までの場合、便宜上、武蔵野大小学校と呼ぶこともある。本市の場合、正式名称は、武蔵野市立武蔵野大中学校ではなく、 武蔵野市立大中学校となる。便宜上、武蔵野大中学校と呼ぶこともある。法政大学第一中学校は2007年度をもって、教学生に移行こう、同時に、三鷹市に移転。法政大学第一高等学校は2007年度をもって、教学生に移行こう、同時に、三鷹市に移転。以下は、 職業能力開発促進法に規定された職業能力開発法である。など。武蔵野市は以下の旧市町村を有効都市とし、武蔵野桜祭りなど祭事での物産販売や市民の相互派遣などの交流事業を行っている。武蔵野市を軸とする10市町村の武蔵野市交流市町村協議会1991年発足。 武蔵野サミットの枠組みがあり、持ち回りで会議を行っている。2011年7月には、武蔵野市交流市町村協議会において災害時の、相互支援を明文化した、安曇野市サミット宣言が採択された。武蔵野市の中道通り商店街には、有効都市のアンテナショップ、麦わら帽子が設けられている。姉妹都市と位置づけられている都市はない。 財団法人自治体国際化協会の姉妹都市定携一覧表にも掲載がない。同協会の姉妹都市の基準については、姉妹都市を参照が、青少年の海外派遣など各種国際交流事業が行われている。国際交流、国際協力及び在住外国人支援の組織として、公益財団法人、武蔵野市国際交流協会がある。武蔵野市では、 交流事業先として以下の6都市を挙げている表記は武蔵野市ウェブサイトによる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。